福岡県産のあま王の販路拡大を目指し、新幹線で東京まで輸送する実験が行われています。佐賀県の新都栖駅から東京駅まで新幹線で輸送されるのは福岡県朝倉市で収穫されたブランドいちごあま王です。 福岡県農林水産部が今後の販路拡大に向けて新幹線で東京まで輸送した場合のいちごの品質や状態を確認するため JR 九州と実験するものですまた今日は JR グループ6社が初めて連携して全国各地の野菜や特産品などを新幹線で東京へ輸送しています いわゆる物流の2024年問題の解決や新たな物流網の構築などが目的です荷物は今日夕方に東京駅に到着し明日まで開催されるイベントで展示・販売されるということです